チャオ、あっちゃんです。今日4月1日、あっちゃん家の晩ご飯の後のデザートタイムやねんけど、今日セブン行ってきて、ずっと新しいスイーツを見つけました。宇治抹茶クリームの抹茶モコ、140円。やねんけど、これ2個しか売ってなかったん。なんか、量は、もう、だから、これ買ってきてん。カスタード&ホイップ、ダブルクリームのカスター&ホイップシュー、130円。カスタードとホイップが入ったやつ。で、これ買ってきてんけど、量は抹茶が食べたいというか、量にこれ1個あげてんけど、光るとこれ2つ、半分ずつしたいと思います。では、どっちか行こう。苦い方が行こう。抹茶もこか行こう。食べたら抹茶が苦くなると思う。中ね、宇治抹茶クリームがたっぷり入ってるらしいな。おお、緑。なんか怪しい。うわ。中からクリームが。よいしょ。では食べたいと思います。うわ、美味しい。てか抹茶、抹茶まみれになった。あのね、抹茶はね、すごい美味しいね。で、クリームはとても柔らかいので、こぼれないようにお召し上がりくださいって言われたけど、抹茶のほろ苦さと、甘みが、すごい合ってんの。クリーミーな抹茶で、皮がもちもちで美味しい。皮がちょっと塩っぽい。うまいな。ちょっと皮がね、ちょっと塩気があって、美味しい。めっちゃ美味しい。これ美味しいわ。あの、セブンの新製品、宇治抹茶モコ。宇治抹茶クリームの抹茶もこ、税込み140円。よかったら食べてみてくださいということで、次こっち食べてみたいと思います。もうね、口の中にね、抹茶の濃厚な苦味が入って、残っておいしい普通のシュークリームです。あ、指がブスッと刺さった。よいしょ、はい、ではこっちは塩っぽくない。皮ね、そんな抹茶もこほどもちもちじゃない。で、普通にカスタードシュークリームやねんけど、生クリームも美味しい、濃厚で美味しいんだけど、カスタードはめっちゃ美味しい。生クリームとカスタードが食べたらめっちゃ美味しい。生クリーム濃厚濃厚、美味しい。カスターエンドホイップシュー、税込み130円。美味しかったです。ね、やっぱね、でも今やっぱ限定の抹茶もこがやっぱ美味しかったな。でも甘みはね、やっぱカスタードの方が甘いし美味しいから、どっちも好きです。よかったらセブンイレブンで今売ってるんで食べてみてくださいということで、今日のあっちゃん家の晩ご飯の後のデザート、宇治抹茶もことダブルクリームのカスタードエンドホイップシュー食べてみました。美味しかったです。はい、やっぱね、食後の後の甘いものから、心にのデザート、心の栄養です。はい、ということで、また、美味しいものを見つけたら買ってきて食べたいと思います。では、またね、バイバイ。